はい、ナマステ。えー、っと、今週は反転授業の話をしていますね。で、この3本目のビデオでは、反転授業の動画でできないこと、つまり実際の教室ではどんな活動をすればいいか、それについてお話をしたいと思います。はい、えー、反転授業の動画でできないことは、例えばシナリオプレイ、これはモデル会話を使いますね。それからロールプレイ、そして、えー、共同学習ですね。 で、この、ま、一番目は、これ、みんなの日本語のモデル会話を使えばいいんですけど、二番目のロールプレイとか、三番目の共同学習は、みんなの日本語にはありませんね。ですから、自分で考えるか、あるいは他の教科書を使うことを考えた方がいいと思います。はい。えー、じゃあ、シナリオプレイっていうのはどういうものでしょうか。これはね、モデル会話の、えー、それを練習するんですね。例えば、これが、あの、えー、と、みんなの日本語の第三課だったと思いますけど、 学生 A さん、学生 A さんがこの山田一郎さんのところを読みます。そして学生 B さんがこのサントスさんのところを読みます。こういうのがシナリオプレイと言いますね。これはもう初めから何を言うかが決まっています。で、学生 A の人がここ、はい、どなたですかっていう時に、もう次にね、学生 B が次に何というかをもうわかっていますね。ですから、これはあまり、あの、 コミュニカティブな練習ではありません。はい。じゃあ、ロールプレイっていうのは何かっていうとですね、えー、あの、カード A、あの、学生 A がこのカード A を持って、学生 B がこういう、あの、別のカード B という、えー、別の紙を持つわけです。で、えー、カード A には、例えば、こういうふうに書いてありますね。あなたはインドから国際交流基金の日本語国際センターに研修に行きました。 新しく来たばかりなので、隣の部屋の人に挨拶してください。インドのお土産も渡してください。こういうふうに、このロールカードには書いてあります。で、こちらのカード B の方のロールカードには、あなたは2ヶ月前から国際交流基金の日本語国際センターで研修を受けています。隣の部屋の人が挨拶に来たら、温かく歓迎してください。もし隣の人、 隣の部屋の人がお土産を持ってきたら、それは何か聞いてください。えこういうふうに、えー、書いてありますね。なので、どんな話し方をするか、えー、そういうことは決まっていません。ですから、あの、で、しかもですね、カード A の人はカード B に何が書いてあるかわかりません。えー、ですから、えー、ここにですね、情報差。これをインフォメーションギャップと言いますけど、そういうものがありますね。はい。 こういうものを使うと練習がコミュニカティブになってきます。これはあの反転授業の動画ではできないので、ぜひ教室でたくさんやってください。それから共同学習というのもありますね。はい、共同学習は子供たち同士が教え合い、学び合う共同的な学びというふうに日本の文部科学省はしています。これ実際の例をですね、ちょっとご紹介してみたいと思います。 えーまあ、種類としてはピアリーディングとピアライティングというのがあるんですけど、このピアリーディングの中のジグソーリーディングについてご紹介しますね。はい。えー、ジグソーリーディング、例えば、あの、これ16人の、えー、教室だったとしますね、えー。最初はこの4つのグループに分かれます。で、1番目のグループはプリント A を見ます。2番目のグループはプリント B。3番目のグループはプリント C。 そして4番目のグループはプリント D を読みますね。そしてあの、話し合ってあの、わからないこととかも全部グループの中で確認します。その後でこういう一つのグループに A、プリント A を読んだ人、プリント B を読んだ人、プリント C を読んだ人、そしてプリント D を読んだ人が全部混ざって、そしてどのグループにも ABCD の人がいるようにしますね。 そして、このグループの中で、お互いに読んだ、えー、プリントについて説明します。こういうのが、ジグソーリーディングと言いますね。これも、あの、動画ではできませんから、ぜひ、教室でやってください。はい。次のビデオでは、えー、この反転事業のビデオを作るために必要なツールについて、ご紹介したいと思っています。はい。それでは、フィルミレンゲ